人間はですね、直に手を出してか、腹立ったから殺すんではなくて、なんであいつを殺すべきかっていうのを周りに伝えて、その噂を広めて、その準備をすると。と SN SNS という事態を脳は全く想定してないんですよ。周りの人間がどう思ってるのかには一番気を使え。それが一番生き残るためには大事だ。周りの人間に自分が今どういう状態か伝えろ。それが一番大事だと。その対象が 150人だとは思い込んでるんですね。なんで僕らは、まあ、そのスマホを手放されるのは分かったんですけども、その中でもですね、なんでこの SNS にハマっちゃうのかって話をします。で、この SNS もですね、その現実に友達がいない奴がとか、あとリア充がとかいろんな言い方するんですけどもですね、そもそもなんだろうな、SNS から僕ら逃れられるのかって話になってくるんですけどね。えー 人間のですね、会話のですね、6割までは実は、あの、自分の話かもしくは人の噂だそうです。僕ら人類というのはゴシップが大好きな生き物で、代々人間の会話っていうのはカウントしてみると、自分の話か人の噂が6割ぐらいだそうですね。で、これですね、この比率は現代人だからじゃないんですよ。狩猟時代から変わらない。 実は人類は、その100万年の狩猟時代ですね、あの獲物を取ったり木の実を拾ったりしてる時からですね、というか言語を使い出した瞬間から人の噂話か自分の話ばっかりしてるそうです。なんで僕ら噂話をするのかというと、噂話をするだけでですね、脳の中に報酬ホルモンですね、つまり報酬が支払われていることが分かっています。えー、人の噂を聞いたり、さらに自分の話を聞いてもらえると、脳に また過剰なね、報奨が与えられるんですよね。で、なんでかっていうと、なんでそんな仕掛けになってるのかっていうと、噂話に加わると生き残れる確率が上がるからなんですよ。で、ちょっとここから怖い話になります。えー、原始時代ですね、人間はなんで死んだのかですよね。まあよく言われるのが飢餓だとか病気だとかって言いますよね。あと、あの野生の動物に襲われるからって言うんですけれども、実はそうではない。実はですね、人類は 例えばその10歳までにですね、あの原始時代、10歳までに子供はですね、半分ぐらい死んでますで。その半分の原因、半分死ぬ原因はですね、ほとんどが殺されたからなんですね。親から仲間から、殺されたから、見捨てられたから、子供たちは死んでいる。半分まではですね。で、えー、狩猟民族のですね、あの、成人の頭蓋骨を調べるとですね、その、 政治の頭蓋骨のですね、10%から15%にですね、左側にくぼみがあるそうです。で、このくぼみというのは何かというと、右利きの人間に石で殴られたからなんですね。 えー、これ戦争でも何でもないんですよ。戦争でも何でもなくですね、えー、狩猟民族というのは、まあ、お互いがですね、ハイスペックな人間しか生き残れないわけですね。獲物を取ってくる人間しか生き残れないような社会だから、グズであるとか、ノロマだとか、いるだけでみんながイライラさせるやつっていうのは、その総人口の10%から15%は、周りの人間がうざくなってある日殺してしまうんですね。 こうやってですね、人類というのはある程度間引きをして、えー、進化してきた。じゃあ、これが狩猟時代です。じゃあ、農耕時代になったらどうなるのか。農耕時代になって、まあ農業が始まってみんなが食えるようになったら、まあさすがにその狩猟時代みたいなとサバイバル戦じゃないから良くなるのか。違うんですよ。農耕時代になると、えー、人間、お互いに殺し合ってですね、あの殺される人間の数は20%に増えます。 左側にくぼみがある人間の数は20%に増えちゃうわけですね。狩猟時代に15%だったのが、農耕時代になると逆に増えてしまう。これなんでかというと、その、集団です生活するようになるからですね。で、えー、人間関係のトラブルで死ぬっていうのが、 実は人類が死んでいる最大の原因なんですよ。子供たちっていうのは親とか仲間たちに殺されて半数が死ぬって話をしたんですけど、大人になっても同じなんですね。5人に1人はですね、仲間に殺されて死んでいるんですよ。つまり人類というのは飢餓とか伝染病とか野生動物に殺されるより知り合いに殺される人数の方がずっと多いんですね。飢餓、伝染病、猛獣より仲間なんですよ。人間が人間を殺すんですよね。 で、嫌な奴はみんなで殺すのがですね、その人類の歴史であって人間の本能なんですけども、しかしですね、実際に手を下すと、つまり、あいつ嫌な奴って腹立ったら殺すっていう風にやってるとですね、その人はその群れの中で危険な奴という風に思われるんですね。人間はもう言葉を得てるので、腹立って誰かを殺すと、 あいつが誰かを、なんとかを殺したそうだと、噂はあっという間に回って、あいつ怖いな、あいつ嫌な奴だな、というふうに思われてですね。なので、次はそいつが危険になるわけですね。だから、人間はですね、直に手を出して、腹立ったから殺すんではなくて、なんであいつを殺すべきかっていうのを周りに伝えて、その噂を広めて、その準備をすると。で、噂で誰を次に殺すべきなのかっていうのを決めるという方法を編み出した。これがその、 現地時,時代から言葉を得た瞬間から僕らがなんだ、持っている生き残りの方法なんですよね。どうやって、えー、群れの中で有益な人間のみを生かして、群れの中で群れを邪魔するようなやつを間引きしていくっていうのは、こうやってやったというのが、まあ最新の研究では分かってきてるんですけども。で、えー、さてですね、そういう世界では、そういう世界というのは僕ら人類の狩猟時代から 農法時代に入って、さらに殺人率が増えた時代ではですね、誰かの悪い噂とか、あと自分はどう思われてるのかっていうのは、最重要情報なんですよ。これが一番重要なんですよ。だから、僕らついつい原始時代というのは人間というのは、どうやってご飯を得るのかとか、どうやって病気にかからないのか、どうやったら野生生物が身を守るのかという、そういう本能バリバリ、センスバリバリで生きてると思っちゃういですか。そうじゃないんですよ。 原始時代から農耕時代の、その、いわゆる歴史が始まる以前の人間というの,のが一番気をつけたことは、自分はどう思われているのか、そして誰が悪い奴なのか、誰がすぐに人を殺すのか、誰が危険な奴なのかって噂を流すというふうなことが人類のですね、その最重要課題というのかな、あの、最も関心があることだったんですね。でこれは、そのもちろん、 濃厚社会が始まるダンパー数と言われるですね、150人から200人を最大値とする群れの中で伸びていった本能です。で、僕らの脳はですね、その一つの群れっていうのを150人から200人が最大限というふうに100万年かけて調整されちゃってるんですね。なので、あの、SNS という事態を脳は全く想定してないんですよ。 それどころか、その農業が始まって、そこまではギリギリ、もう脳はついて、なんとかついてきてるかもわかんないんですけど、出版が始まって、で、えー、よその国の人の話を聞いたり、自分がどういうふうに思われてるのかっていうのを、例えば新聞で読んだり、さらにそこから SNS で自分がどういうふうに思われてるのかっていうことなんて、全く脳は想定してないので、周りの人間がどう思ってるのかには、一番気を使えと。それが一番生き残るためには大事だぞ。 周りの人間に自分が今どういう状態か伝えろ。それが一番大事だと。その対象が150人だと脳が思い込んでるんですね。原始時代に脳が進化したから。まさか100万人とか1億人になって事態は全く想定してないんですよそ。そういうふうに僕らの脳は作られてないから。なので僕らは SNS というものを与えられた瞬間に脳がパニックになってるんですよね。ずーっと火災警報器のボタンを押されっぱなしなんですよ。だから、あの、よく SNS というのは何があるのか。 それは自己承認欲求だとかって言うんですけど、違うんですよ。自己承認欲求っていうのは、その SNS ができた後に、なんで人間は目立ちたがるんだろうか、なんで人間が評価されたがるんだろうかというのを後付けでつけた言葉であって、本来そこにあるのは、僕らの脳がもともとダンパー数と言われる群れの仲間が150人から200人しかいなかった世界で生き残るために一番これが大事だっていうプログラムが、未だに最重要課題として動いてるからなんですね。 だから僕ら SNS みたいなものを与えられると、それに対してかつての群れでしていたのと同じように、俺はこんな人間なんだ。あいつはどんな人間なんだ。そんなひどいやつなのか、じゃあ殺すべきかもなっていうのを無意識に無意識に無意識にずっと繰り返しちゃうわけですね。なので、この SNS で他人の噂を知ること SN、SNS で自分でアピールすることは、食欲や睡眠欲よりも上に来ちゃうんですよね。 だからあの、よく SNS でインスタグラムで、なんかレストランでご飯食べて、食べる前に写真をアップしているとか。そんなことしたら美味しいご飯が冷めちゃうバカだっていうふうに、僕もついつい考えてたんですよ。僕もそういうふうに思ってたんですけど、違うんですよね。あの人たちはさらに本能に忠実なんですよ <laughs>。こんなご飯を食べている私は重要です。ほら、私は群れの中で値打ちがありますよねっていうふうに言わないと、命の危機っていうのを、 脳のどっかが思ってるからなんですね。それを現代の僕らそれを翻訳して翻訳して翻訳して自己アピールが激しいとかリア充とか承認欲求とかっていうふうに言ってるんですけども、実際に脳の中で起こっていることはそういうことなんですよね。であの おまけにですね、自分のことを話すと、さっきも話したように、脳の中に報奨系のドーパミンが出ると言いますけども、あの、まあ、自己承認欲求の正体、これなんですけどもですね、あの、殺されたくない、群れのために誰を殺すべきかという原始の本能が人間をですね、おしゃべりにするし、人間を噂好きにしてるわけですね。だから、あの、さっきも言ったように、睡眠時間や食事を削ってもですね、 噂話や自己アピールをしたり、ご飯そっちのけで、LINE を <laughs>、友じか LINE がポンって来たらですね、その瞬間に返さなきゃいけないっていうのは、この脳の原始の働きになってます。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、岡田と塩ゼミっていうのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね、ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと、質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。 よろしくお願いします岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく